ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of the Non-Cooperators. We're back playing some more police knots, still trying to find Hojo's body. We've only found David so far, which is a little upsetting. Hojo. Now, to find Hojo. This isn't him either. These people were all young. They must have been using some biomorphs to prevent their organ. Okay. What about over on this side? They look like they're alive and technically true. The souls aren't dead. But Hojo is probably still alive. I'm just gonna skip through it at this point because too much shit. Oh, did we find him? Hey! Here we go, Jonathan. It's Hojo! Is it really? Well, they switched weapons. ビクトルの言った通りだ。奴らは宝珠のバイオモートを使って、お前をはめたんだ。手際がいいな。すぐさま回収してバイオモートとしてここに保管している。ビヨンドを探しておく見つからんはずだ。宝珠はここにずっといたんだ。立証できるか？ VTR だけではどうかな。 今の技術じゃ細工ができるということは細工を見破る技術も進歩してるってことだ。ああ、このバーチャルレコーダーは画像だけでなく各種のセンサーデータも同時に収録できるしな。この映像は彼には見せられない。 Praise his body. We got Hojo on the virtual recordings. We can hand over the BBC when they head back to Beyond. So what? Now we just got a digital recording of Hojo's corpse. What are you talking about? This is what we came all the way for. You're not scared, are you? Wait, no. Wait, was that what we were just looking for? We were just supposed to find Hojo's body. Wait, what else are we supposed to be looking for? We found David and Hojo. Do we need to find, what's his name? Ishmael? These people don't deserve this. Wait, the machines probably are connected to the alarm. Damn it, you're right. Should take another look at it back. Go up the stairs! There we go. We can record everything on the second floor from here. Don't you wander off. Damn. Alright, so look up there. Who other's body are we looking for? Disconnect. いや、幼児の死体まである。ひどいことを。ん？あのモニターは証券取引所のようだ。 徳川はビヨンドやホームからバイオモートをこの月に集め、全宇宙へ向けての臓器密売を行っていたんだ。ここにあるバイオモートは商品である臓器や組織を保存する容器ってわけだな。北条が行方不明になったのはデイブの死体が消えたのもバイオモートとして臓器密売に利用するためだったんだ。 BCP で正規の死体解剖が行われなかったのは、そういう裏があった。北条もデイブも商品のストックにされた。もうじきビクトルも送られてくる。石田の言いかけたもっと恐ろしいことというのは臓器密売のことだったんだ。
俺たちは目先のことしか見てなかった。Yeah, it wasn't about drugs. It's about organs. 奴らが隠そうと躍起になっていたのは、マークの件ではなく、このことだった。Really wanted to hide. その通り。Bravo, Jonathan. Who's there? 誰だ？ Salvatore? Or the other guy? What's his name? Oh, hello. Hi there. しばらくぶりだな。Ed. ジョナサン、エド。こんなところで会えるとは思わなかったよ。その声は。そうだ。Yes. 私だよ。Oh, that's what's his face, the big fat guy. Well, actually, they're all fat. Oh, it is Salvatore. ようこそ、お二人さん。月世界、セレノスフェアへ。サルバトレ、貴様も徳川の犬とはな。ここで何をしてる？見ての通りさ。ホームやビヨンドからバイオモートを買い取り、ここで保存。我々の臓器配分ネットワークのリンク、電話一本で全世界への臓器提供を行っている。商品には専門の処理と加工を施してな。そのための専門医を抱えている。どこの国の政府機関もできないことを我々がしている。臓器の密売を。ホームのマフィアや組織にナコを提供する代わりに彼らから健康な死体をもらう。人身売買、誘拐、殺人。バイオモートの入手方法は彼らが決める。地球で頻発している幼児誘拐はこのためか。君らが必死になって追っていたナークカプセルは単なる彼らへのサービスの一つに過ぎ。腑に落ちんの。なぜ黒消しの栽培だけをビヨンドでする？ここで栽培すれば安全なはず。いい質問だ。この月面では、ここでは黒消しは実をつけるのだよ。黒消しのような繊細な種の栽培は無理だ。重力生物学はまだ現象を説明することしかできない。それでビヨンド内で栽培を。サルバトーレ、自分が何をしてるか分かってるのか？分かってるさ。慈善事業だ。誰もができないことを我々がやる。もちろん金はいただくがね。宇宙開発の陰にはドラッグと臓器が必要だ。人類は宇宙環境に適応できない。漆黒の宇宙空間、あの孤立感、選ばれて訓練されたものでも頭がおかしくなる。ジョナサン、お前もよく理解できるだろう。薬なしのクリーンな宇宙旅行はせいぜいこの月までだ。だから許されるというのか。たかが麻薬だ。我々は麻薬がなければ生きてゆけんのだ。そして降り注ぐ宇宙船、無重量、人体や遺伝子にさまざまな影響が出る。薬と同様、宇宙開発には臓器のスペアが必要なんだ。見よ、このバイオモート、人類のスペア部品だ。宇宙開発で傷つき病んだ我々を救ってくれる。ここは6分の1に、バイオモートの保存に持ってこいだ。ホームだと床ずれの心配がある。逆に無重量だと臓器の機能が弱る。まさに月は臓器保存に最適の地なんだ。刈り取った商品は加工した後に月資源に混ぜてマスドライバーで置く。加工？臓器移植といっても様々なケースがある。我々は必要な臓器を必要な状態に加工してすぐ移植できるようにしている。高齢者や感染症を起こしているバイオモート以外は全てここへ送られる。じゃあ、なぜビクトルのような高齢者を？バイオモートの利用方法は
移植用臓器や血液の保存のみではない。北条やビクトルのような高齢者のバイオモートは、希少なホルモンなどの生産や新薬開発用の実験体として使われる。Go on. See, this shit is all stretched out. 若い女のバイオモートは人工子宮として子供を産むこともできる。もう代理母の必要もない。北条は特異的な血液型所有者なので、血液の生産用に保存している。全世界に臓器が不足している。毎日のようにニュースではその話題だ。どうだね。宇宙医学のために十分なっているだろ。なエド。お前も我々の臓器ネットワークの存在を知っていれば、女房は助かったのにな。キャサリン。宇宙開発とドラッグ、そして将来的なドナーの欠乏。そこにいち早く目をつけたのが徳川だ。やつはこのことを30年前に予測していた。救世主、サルバドール気取りだな、サルバトーレ。今から30年前、ポリスノーツとしてビヨンドへ派遣されたとき、徳川からこの計画を持ちかけられた。徳川、ゲイツ。そして私は徳川の財力とコネクション、さらに BCP を操作してビヨンドに君臨する策略を練った。その長期にわたる計画には、エドとジョナサン、お前らのような金と権力に欲のない道徳論者が邪魔だった。まさかあの事故。なんてことだ。30年前のエッツ、ユーリーの暴走事故。Fucking figures. Your famous accident was not an accident. It was real. 徳川の命令で私が細工した。事故後、救助活動を遅らせるようにしたのはゲイツ。あれが人為的な事故。しかし貴様が生きていようとはしぶとい奴だ。すでに我々の計画は成功し、システムは起動している。今となってはお前らがどう叫ぼうとびくともせんが、徳川を怒らせてしまったからな。始末せねばならん。サルバトーレ。エド、ジョナス、悲しい顔をするな。お前たちを見送った後、すぐにでもお前たちの家族や仲間たちに会わしてやる。あの世でな。しまった！マークやアナム。お前ら、プラトークレーターの語源を知ってるか？ギリシャ神話のプルトン。そう、プルトンとは止めるものの意味だが、ギリシャ・ローマ神話のプルトンは冥界の神、つまりあの世、ビヨンドよな。我々を象徴するにはぴったりの地名だ。そしてお前たちも、このバイオモートのようにここで眠ることになる。この死者と聖者とをつなぐこのプラトンの地でな。くそ。ビヨンドへ戻ろう。そいつに頼ってもダメだ。そこの腰抜けは銃が撃てないんだ。覚悟しろ。Come on, you bastard!Training at the NYPD suck for you, Sal! Come
I was expecting, like, shooting his helmet and, like, the helmet breaks and he, like, suffocates to death, right? Yeah, the helmet just broke, but he's, like, dead. Malfunction detection in Biomort. Life support system? Hold the boat. Okay, we better move. This place will be swarming with EMP. EMPs. Let's go. どうやってここを出る、so, now what? LSM は来ないぞ。いい考えがある。I got an idea. 聞きたくない。こういう時のお前の思いつきはろくなことがなかった。マスドライバーだ。あれに乗ってここを出る。やっぱりな。むちゃくちゃな考えだ。それしか帰る方法はない。ひとまずここを出て、中央案内所まで戻ろう。さあ、ここから脱出しよう。I felt like I should have, like, scrambled around Salvatore's body for some apparent reason. Oh shit, those are active. Jonathan, look out! Keep looking. The cockpits are shut. Shit! So we're gonna start gunfight? I don't know what I'm doing! Think they're dead? Or might did I die? You did it! ひとまずな. Thus far. Basically shut the cockpit like a motherfucker. Information center, quickly run. Alright, so now we're here. Alright, we're back. Let's look for this mass driver. Where? Out there? Solar mirror array. That's the mass driver. あれだ! There she is. That's our ticket out of here. あれを使って脱出しよう。ジョナサン、外へ出るぞ。分かった。Alright, let's go. よし、行くぞ。駆け足だぞ。いいな。6分の1時間。点検してみとって、小刻みになるぞ。俺も元ポリスノーツだ。うまくやれるさ。火星の3分の1G よりは楽だ。これがマスドライバー。ここから L2 のマスキャッチャーやバケット光へ向けて月支援を乗せたペイロードがマッハ 7.2 で出されている。マッハなんだって。秒速 2.4 キロ出した瞬間、電磁誘導トークによって 100G 近いブレーキがかかってペイロードは射出される。 100G だって。それじゃあ俺たちは G で潰される。大丈夫、Relax. AG ショックポットだ。奥側の大切な臓器はバイオモートを運んでたんだ。安全なはず。まさに棺桶だ。俺は遠慮する。眠ってればちゃんと送り届けてくれるさ。エド、よくそんなことが言えるな。いつから楽観主義者になったんだ。俺はエンプス事故以来閉所恐怖症なんだ。分かってるさ。今日で終わりにすればいい。Can't do this, Ed. There has to be some other way. Trust me, this is the only way back to beyond. You go without me, I'll stay here. Trust me, this is the only way to go beyond. Get in the pod, I can't ride into this thing anymore. Trust me, this is the only way to get back to beyond. Do I just keep doing it? Alright, here we go. Right, do I just keep doing it? Launch? What the fuck? Yo, look! あの鉛筆。なんで月面に BCP でしか飛ばされていないゴダートはいるんだ。徳川は鉛筆の施設体を持ってるに違いない。なんてこった。ゲド、反動がある。体を押さえてくれ。ジョナサン、頼むぞ。Did I get it?
graphical fight ever. Yatta! Thank you, armor-piercing bullets. Jonathan, reinforcements! Come on in! Damn! You did it! Let's get out of here before more show up! Come on! Let's get in the pod! Sure about this, right? A little bit sure about this. Jonathan, hurry up! Has anyone ride one of these things before? You and me just might be the first. No surprise there. Here we go, get ready for the cheese! This wasn't a good idea. Too late now. Yeah, it's supposed to be going much faster. Yeah, at that speed, you will die. Your body will crush under its own weight of the massive G-force. All right, so I think we're gonna be on like the next act or the next part. I don't know, but we're gonna find out next time on the Non-Cooperators. We'll see you next time.